最高ダキは、日本の気象予報士、防災士、ヒンメルコンサルティング代表取締役。林野町に勤務していた父は、転勤が多く、東京、秋田、大阪、熊本と引っ越しを重ね、小学校は4校に通った。だが、スポーツが得意だったこともあり、どこでも早く溶け込むことができた。全国を転々としたが、一番、長く、熊本に住み、 熊本県立最最高高等学校を経て、住んだことのない土地に行きたいと思い、北海道大学水産学部に入学。高校からラグビーを始め、大学時代は二団体に所属した。二年の時、練習戦に2週間乗船する公開実習に臨むが、この経験が気象予報士を目指すきっかけとなり、一回目の受験では不合格だったが、三年の時、二回目で合格する。 大学卒業後、北海道文化放送に入社。事業部を経て、報道記者となる。その折に、医療裁判ドキュメンタリーの制作に携わったことを、機に、かねてから抱いていた医師への夢が再燃。医学部入学を目指し、UHB を退社する。しかし、二度受験に失敗したため、金銭面の問題などから再受験を断念。民間の気象会社に転職し、 業務用の気象予測などになった。29歳の時、気象キャスターへの転身を決意。九州での修行時代は、NHK 福岡放送局に出演する吉竹明をしと仰ぎ、多い時で週3回の主席も補修授業と思って参加し、何でも質問した。2006年から NHK 熊本放送局の気象キャスターを3年半務め、2010年に、 東京の気象キャスターオーディションに合格。以来、主に平日夜間の NHK の報道番組で活動している。2021年5月から放送開始の NHK 庁の連続テレビ小説、お帰り、モネではドラマ内の気象交渉を担当する。また、ドラマ内の社内コンペの審査員として登場した。2018年に気象、防災関連のコンサルティングなどを行う。 株式会社、ヒンメルコンサルティングを設立し、代表取締役に就任。NPO 法人気象キャスターネットワーク会員。血液型は B 型。ありがとうございます。